ここから先は。ねえ、なに？研究所でヨシアの人。ええ、そうよ。教授に頼まれたんだけど、はあ、どうやらあんたも。え、まあ、それじゃあ行ってくる。ようこそ、赤の箱舟グロリアスへ。久しぶりだね、エステル君。アルバ教授、やっぱりあなただったんだ。さっき声を聞いてようやく思い出せたわ。さすがは原生の娘といったところかな。軽くとはいえ封鎖された記憶を自力で思い出してしまうとはね。ちなみに本当の名前はゲオルグ・ワイスマンという、見喰らう蛇を管理する蛇の使徒の一柱を任されている。蛇の使徒、結社の最高幹部ってとこ。まあそのようなものだ。さてと、先ほど言ったように私には君の疑問に答える用意がある。何か聞きたいことはあるかね。聞きたいことがありすぎて何から聞こうか迷うんだけど。焦ることはない、ゆっくりと考えたまえ。よかったら一曲弾かせてもらおうか。結構よ。っていうかそんな趣味を持ってる人とは思わなかったんだけど、貧乏な考古学者っていうのは完全に嘘っぱちだったわけね。貧乏はともかく、考古学を研究しているのは本当さ。ちなみにパイプオルガンは教会にいた頃たしなんでいたものでね、あの帝国人ほどではないがそれなりの腕前だっただろう。教会にいた？いわゆる学僧というやつさ。名手と開講したことで信仰の道は捨ててしまったが、その時に学んだアーティファクトの知識は今もそれなりに役に立っている。そう、今回の計画においてもね。大佐をそそのかしてクーデターを起こさせたのも、各地でゴスペルの実験をしていろいろな騒ぎを起こさせたのも全部あんただったわけね。その通り、全ては福音計画のため。福音計画？あの研究所のデータベースにもそんな項目があったけど、要するに輝く輪を手に入れる計画ってわけ。手に入れるというのはいささか誤った表現だが、まあそう思ってもらっても構わないだろう。輝く輪って何？女神の司法とか言われてるけど、具体的にはどういうものなの？輝く輪の正体に関しては現時点では秘密にさせてもらおう。核の驚きを台無しにしたくはないからね。驚きって？計画も第三段階に移行した。もう少しでその正体は万人にあまねく知れ渡ることになる。その時が楽しみだよ。そして輪が現れたその時、我々は人の可能性をこの目で確かめることができる。人の可能性？レグナートもそんなことを言っていたような。ほう、あの聖獣からそこまでの言葉を授かったか。あながちお父上の七光だけではないようだね。お世辞は結構よ。何よ、いろいろ質問したってはぐらかしてばかりじゃない。俺は失礼、そんなつもりはなかったのだが、
だが、君が一番…おや、恐れることはない。勇気を持って。ヨシアはどうやら空賊たちと一緒にいまいち動きがつかめ、今のところ無事で。ヨシュアの能力は隠密活動と対集団戦に、そのように調整したのは私だが、予想以上の仕上がりだどこまで頑張っ、あんた、私の元に預けられた時、ヨシュアの心は崩壊。そんな心を再構築するなど、その成果を気にかけるのは研究者と、あの生誕祭の時、封じた記憶を解除し、君の家に引き取られた彼が無意識のうちにスパイとし、そして彼の情報のおかげでリシャール大佐のクーデターが成功し、そのご褒美として改め、やっと分かった。ヨシュアがどうしてあんな顔で。いや、それについては、自分を取り戻したヨシュア、そのままそ知らぬ顔で君たちと暮らしていくといいと勧めて親切。よくも、そんな道を選ぶしかないよ。ヨシュア、あんな顔をして、ハーモニカを私に渡して、さよなら。限定、一体最初からここに、お前が気づかなかった。やれやれ。せっかく私の、もう少し考えて行動したまえそう、白面に殴りかかれるなん腕、それとも鈍いだけなの。君が剣す、執行者ナンバーゼロ、以後よ。もう、レン別にエステルを殺す、ねえ教授、早くレイの話そう、どうだろう、見食らう蛇。え、ごめん、もう一度。君も見食らう、まずは執行者候補としてね。あんです。考えても見たま、君が結社に入ればヨシュアも意地を、エステルの望みは結社に入りさえすればで、私ゆっくりと、この後我々はしばらく缶を留守にする必要があって、帰ってきたらその、申し訳ないが、それまでは足りないものがあれば。結社に入ればヨシュアと再会できる。確かにその可能性はかなり高いかもしれない。それに何も本当に仲間になる必要はないよね。仲間になったふりをして内情を探ってもいいんだし、私の演技力じゃ厳しいけど、ここに閉じ込められるよりは、でもそれは邪魔をするぞ。あ先ほどのような考えなしの行動をしない限り、お前に危害が及ぶこと。悪かったわね。何よ、あんたたち。俺はただの留守番だ。出かけるのは教授と北、一体それが知りたければ一通りの情報が分かる答えは出ているが、俺個人の意見としては、お前はと能力的にも、そうはっきり言われると、ま、能力については可能性は秘めているだろう。だが結社と関わるにはお前の闇はあまり、闇？
権者に属する者は皆、俺、教授、そして無論。ねえ、あなたとヨシアって。ヨシアはずっと顔はわからないのに、誰だかし、それでいて、正体を知ろう。あいつは記憶の一部を結社の手を離れた瞬間から自分が結社でどんなことをしていたか覚え、そんなジレンマがあっただろう。幼い頃の記憶も同じ。おそらくカリンは覚えていても。そっか。で、カリン・アストレ、俺の幼馴染で10年前に亡くなお前の持つハーモニカはそれを形見として、よ、それをお前が受け取った。ヨシア、あの、カリンさんは。それを知ったら、ヨシアや俺たちのいる闇の領域を覗き込むことになる。その覚悟はある？うん。覚悟があるかどうかは、ちょっとわからないけど。私は、ヨシアの辿ってきた軌跡を、どうしても知っておきたい。その気持ちだけは本当。いいだろう。あれは10年前、俺たちのいたハーメル村がまだ地図にあった頃のことだ。ハーメルは小さな村でな、子供が少なかったこともあって、俺たちはいつも一緒に過ごしていた。俺はいずれ遊撃士になることを夢見て、暇を見つけては剣の練習をし、それをカリンと小さなヨシアが眺めているのが日課になっていた。練習が終わった後、俺とヨシアはカリンの奏でるハーモニカの旋律に耳を傾けた。カリンは何でも吹けたが、俺たちの一番のお気に入りは一昔前に流行った星の在りかだった。そんな日々がいつまでも続く、そう俺たちは信じて疑わなかった。村が襲われたのはそんなある日のことだった。王国製の動力銃を携えた黒装束の一団、彼らは村を包囲した上で住民たちをなぶり殺しにしていった。ただ一人の例外もなく、年寄りから赤子に至るまで一息で殺された者はまだ幸せだったかもしれない。女たちの運命はさらに悲惨だった。俺たちはその地獄の中を必死に逃げた。家族とみんなの断末魔を聞きながら、逃げろという声に押されて、ただひたすらに村外れを目指した。そして村外れに出たところで、俺は追手をかく乱することにした。すぐに追いつくと言い聞かせて、カリンとヨシアを先に行かせた。だが襲撃者たちは想像以上に用意周到だった。逃げた村人を始末する者を待機させていた。俺が追いついた時、その場は奇妙に静かだった。喉を打ち抜かれた男の死体、銃を握って呆然とするヨシア、肩から背中を切り裂かれながらヨシアを抱きしめるカリン。カリンがまだかろうじて息が残っていた。なぜかカリンが穏やかで満ち足りた表情を浮かべていた。愛用のハーモニカをヨシアに託し、ヨシアのことを俺に頼んで、そして静かに言った。なんで、どうしてそんなことが。帝国軍がリベールに侵攻したのはその直後のことだ。王国製の動力銃を携えた襲撃者によって起こされた国境付近での惨劇、それは侵略戦争を始めるにはあまりにも格好の口実だった。そんな、本当にリベールの兵隊が。軍に保護された俺たちは最初そのように聞かされていた。だが数ヶ月後、帝国軍の敗退で戦争が終わった時、俺たちは全く別の説明を受けた。村を襲った者たちは両兵団崩れの野党たちだったと。そして決して襲撃のことを口外しないよう俺たちを脅して、軍は土砂崩れが起きたと発表し、ハーメルに至る道を完全に封鎖した。
ちょっと待って、なんでわざわざ嘘をつく必要があるわけ？それじゃあまるで全ては帝国内の四川派が企てたリベールを侵略するためのシナリオだったというわけだ。戦争末期そのことが露見し、帝国政府は慌てふためいたという。なりふり構わず停戦を申して、死亡者たちをことごとく処刑することで事件をなかったことにした。これがハーメルの悲劇の真相だ。そんな日々の中、ヨシアの心は完全に壊れた。姉の死、親の死、隣人の死、初めて人の命を奪ったショック、そして欺瞞に満ちた世の中、6歳の子供の心が壊れるには十分すぎるほどの出来事だった。多分その先のことはヨシアから聞いているだろう。心が壊れたヨシアはハーモニカ以外に興味をなくし、次第に痩せ衰えていった。そんなヨシアと俺の前にあのワイスマンが現れて、俺は彼にヨシアを預けて見喰らう蛇に身を投じた。そしてその2年後、教授に調整されたヨシアも俺と同じ道をたどることになった。これが闇だ、エステル・ブライト。お前とヨシアの間にどんな断絶があるのか、ようやく理解できたか？うん、やっとヨシアがいなくなった本当の理由が見えてきた気がする。何？教授の誘いは今ここで断らせてもらうわ。私は絶対に見喰らう蛇には入らない。結社が好きか嫌いかそういうのとは関係なく、私がヨシアを追い続ける限り絶対にね。せっかく仲間に誘ってくれたレンには申し訳ないけど、まあ謝れば許してくれるよね。おかしな娘だ。今の話を聞いて逆に迷いを吹っ切るとはな。どうやらただ牽制の娘というだけではなさそうだ。そうよくわからないけど、そういうあなたこそただヨシアの昔の仲間ってだけじゃなかったわけね。お兄さん的な存在だったんだ。誤解のないよう言っておくが、俺があいつの兄代わりだったのは10年前までだ。今の俺にとってあいつは排除すべき危険分子に過ぎない。え？教授はヨシアを泳がせて楽しんでいるようだが、俺の考えは教授とは異なる。いずれ近いうちに俺自身の手で始末するつもりだ。ちょっとどうしてそうなるのよ。カリンさんに、ヨシアのお姉さんに頼まれたんでしょ？俺は俺の選んだ道がある。その道を遮る者はいかなる者も切ると決めた。たとえそれがカリンの願いであってもな。そんな。教授と他の連中だ。計画の第三段階がいよいよ実行に移される。第三段階って？お前がそれを知る必要はない。ことがなったら父親の元に返してやることもできるだろう。それまではせいぜいここでおとなしくしているがいい。ちょっと言っておくが、逃げようなどと考えるなよ。地上8000アージュの高みだ。どこにも逃げ場などないぞ。逃げようなどと考えるなか。そう言われたらかえってやってみたくなるのが人情よね。幸い教授や連たちは出かけちゃったみたいだし、よし、そうと決まれば。
タイミングが命だけど、それさえ見極められれば、油断させるために2時間ほどおとなしくして、試してみる価値はありそうね。お姉さんの形見の品だったなんてね、ヨシュアのバカ。そんなもの簡単に渡さないでよ。交代の時間だぞ。小娘の様子はどうだ？おとなしいもんだ。いくら遊撃士とはいえ、所詮は子供ということだな。怖くてベッドで震えてるんだろうさ。ふん、ガキの見張りで留守番とはな。まったくつまらん任務だ。俺も機動作戦に参加したかったぜ。そうぼやくなよ。レオンハルト様の命令なんだから。あ？なんだこの音は。おい、一体何をしている？おい、まさか脱走か？やられた。バカな、ここどこだと思ってる？あの娘自殺でもするつもりか？ダメだ、落ちたかもしれん。おいおい、勘弁してくれよ。レオンハルト様になんて言い訳をすりゃいいんだ。あのクソガキが余計な面倒を起こしやがって。誰がクソガキですって？うわっ、貴様！甘いわよ、おじさん。遊撃士を舐めないでよね。第一、失礼が過ぎるわよ。乙女をクソガキ呼ばわりなんて。人違いだ。俺はそんな風に呼んでないぞ。あれ、そうだったっけ。まあいいや、おじさんも同罪。しばらくおねんねしてなさいよね。すぐに増援が来るだろうし、とっとと逃げるとしますか。なんとか脱出方法を見つけないと。私は諦めない。もう一度ヨシュアに、あのバカに会うまでは絶対に諦めないんだから。